パベル・クカは、チェコの元サッカー選手、指導者。ポジションは FW。クカは1987年で RH ヘプ、選手キャリアをスタートすると、1989年に、スラビア・プラハイ移籍した。1994年に175万ドイツマルクの、移籍金で、ドイツ分でスリーガの1、FC、カイザースラウテルンへ移籍すると8得点を挙げる。 活躍でリーグ2位に貢献した。カーザースラウテルンでは1996年に DFB ポカール優勝を経験するが、そのシーズンに2部リーグへ降格。その後は、同じブンデスリーガの1、FC、ニュルンベルク、VFB シュトゥットガルトを渡り歩き、ブンデスリーガ一部通算114試合出場50得点、2部通算で25試合出場14得点を記録した。 2000年からはスラビア・プラハへ復帰を果たし、2002年のチェコ、共和国カップ優勝に貢献し、2005年に現役を引退した。代表レベルでは、チェコスロバキア代表としては、1990年8月のフィンランドとの親善試合で代表デビューを飾り、1993年までに国際 A マッチ24試合に出場し7得点を記録した。 チェコとスロバキアの分離独立後は、チェコ代表に選出され、UEFA ユーロ96と UEFA ユーロ2000に出場。UEFA ユーロ96では、同国の大会準優勝に貢献した。2001年9月5日のマルタ戦で代表から、シリぞくまで国際 A マッチ63試合に出場し22得点を記録した。現役引退後の2005年5月からは FK。 富士ブラムの監督を務めていたが、現在はサッカー代理人を務めている。ありがとうございます。